ソラ、言いにくいんだけど、今のケンさんに好きなところって残ってる？私はソラ、彼氏のゲンとは一緒に暮らして間もなく1年になるのだけど、最近ある考えが頭から消えない日々。おいソラ、昨日飲み屋で食べた量やっぱお前の方が多かっただろ。このぼんじり串俺1本しか食べなかったんだぜ。いやいやいや、2本来たよね。1本ずつ食べたよね。軟骨入りはいらないって言うから、つくねは私が両方もらったけど、でもその分ゲンは勝手に他のもの頼んでたじゃん。もうゲンは超がつくほどの倹約家というか、いわゆるドケチなのだった。こんな低次元なことでいちいち争いたくないのに、前から気にはなってたけど、最近ほんと無理になってきた。はあ、適当言うなよな。すごいねゲンさん、同棲中でも1円単位で割り勘か。公平にしたいっていうより自分が損するのが許せないみたい。本人は早く結婚したいってことあるごとに口には出してるんだけど、その割にはこの年でいつまでたっても正社員になろうとしないし、一緒にいればいるほど経済観念の違いが浮き彫りになってくし、私も別に無駄遣いする方じゃないけど、あそこまで執着されると疲れるよ。聞いてる限りだと確かにきついわ。他にもいろいろお揃いのアクセサリーとかくれるのはいいんだけど、これな定価の 30% で手に入ったんだぜ。 30% オフじゃないぞ、 70% オフ。ちゃんと本物だからな。ありがとう。その贈り物も箱とか本体に細かく傷があったりして、どうやら中古品を安く手に入れてることが多いみたいなんだよね。それを聞いてみてもヴィンテージもんだよ。ソラにはこの価値がわかんねえか。はぁとかやれやれ顔されるし、外食の時も割り勘は別にいいとして。くっそ、今日は割り切れねえな。おいソラ、ビール1杯多く飲んだろ。え、私今日あんまり体調良くないし、むしろ控えてたけど。いや、確かに俺より多めに飲んでた。はいはい、わかったよ。出すからレジで口論になるのも嫌だから、結局私が微妙に多めに払ったりしてて。ソラ、言いにくいんだけど、今のゲンさんに好きなところって残ってる？あなたとは結婚できる気がしません。お別れしてください。はあ、いきなり何言ってんだよ。いきなりじゃないよ、ずっと考えてはいたし、こんなに価値観が違うんじゃ結婚してもうまくやっていけないと思う。だからゲンも他に合う人見つけて。てか、てめえふざけんなよ。本気で別れるってなら、今まで俺が負担した飯代、あげたプレゼント全部耳揃えて返してもらうからね。ここまでとはと正直思ったが、飲食代は無理として、プレゼントはどうせ返すつもりだったし、はい、それ以外は頑として譲らず、別れ&トーク解消に持っていくことに成功。そして退去日前のある日、あー錬金疲れた。あれ、引っ越し屋さん来るの来週のはずなのに。こっち持っていくよ、よーいしょ。ちょっと待ってください、それ私が買ったやつ。ちょっとゲン、これどういうこと。ソファは私が一人暮らしの頃に買ったやつだし、他の家具も勝手に持ち出すなんて。折半するにしても前もってちゃんと相談してよ。ああ、一方的に別れるって言ってきたのソラだろ。慰謝料代わりにこれで手打ってやるんだから、感謝してほしいもんだぜ。おろせじゃあね。すでに家具の大半は勝手に搬出済み。取り返そうにもゲンはその後速攻で音信不通に。携帯番号もメアドも根こそぎ変えたの。こうなったら少ないけど共通の友達に片っ端から連絡して。いいよ、ここはやべえ男と縁が切れただけでよしとしとくか。勉強料としては手痛すぎるけど。でも、もしそのうち居場所見つけたら絶対許せ。そう考えて自分を諌めることにしたのだった。私もまたすぐに単身用の部屋に引っ越して1年が経った頃、18時から2名で予約な。ソラ様、お待ちしておりました。お連れ様がいらっしゃるまでお席でお待ちくださいませ。ここ大好きなんだよね。久々々に予約取れてよかったー。モブミもそろそろ着く頃かな。おいちょっとマジかよ、あれあれ。なんか視線を感じる。きれいきれい、なんでこんなところで最下位。それでよ、その元カノってのが前話した通り最悪でさ、人の金は返さないし自分がいい女だと勘違いしてんの。あいつ一生結婚できないね。俺を振ったのも込みでバカだったし、まおかげで今俺にはこんなに美人で最高の妻がいるわけだけど。もうゲンタラ最低なケチケチ女だったからって悪く言い過ぎ。ほんと別れて正解だったよね。私もゲンと出会えて今とっても幸せ。でも元カノさんは別れたの後悔してるんじゃない？今さら後悔して近づいてきても遅いのにね。何この会話、まさかもしかしてだけど勘違いと思いたいけど、私がわざとゲンを追ってここに来たと思われてる。やめてよ、私だってこんな不幸な偶然で再会したくもなかったっつーの。ほらお待たせ。顔色すごいけど大丈夫？仕事お疲れ。実はあっちのテーブルにネチネチケチケチ。そんな偶然ある？私だって信じたくないけどこっちをチラッチラ見てくるんだよ。あー久々のモナモッティすっごい楽しみにしてたのに。 なるべくスルーしてご飯味わおうね。えそうだね、ごめんねモブミ。いやーこれは仕方ないよ。その後はなるべく気にしないように努めたが、さっきチラ見した時に私はあることに気づいてしまっていた。ほんと貧乏女に粘着されるダーリンがかわいそう。ここ評判いいって聞いてたのにそんな人が来るようじゃ大したことないんじゃない？どうしよう。おいおい、黒羽が気になるって言うから予約したんだぞ。あそうよね、ごめんねダーリン。でもせっかくのご飯も美味しく食べられなさそうで。上司無の心、美味しいディナー、大好きな友達とのご飯。上司常連客のレベルは店の鏡って言うもんな。前カノはここ好きだったって聞いてたし、確かにね。俺は初めて来たんだけどね。もし美味しくなかったらクレーム入れてごねちゃいましょう。もぶみほんとごめん。ご飯来る前にちょっとお手洗い。そら気持ちはわかるけど穏便にね。何よ、私たちに何か文句でも。いえ、そのネックレスすごく素敵だなーって思って。旦那さんのプレゼントですか？まあね、夫が私のために用意してくれたオーダーメイドの一点物なの。まあこれを見てあなたが逃した魚の大きさに気づいたところでもう手遅れなんですけどね、とやん。一点物？あれれ、おかしいな。どっかで見たような気がするんですけど。思い出した。昔私が玄からもらったやつとそっくりなんですよ。ほらこれ。でもおかしいですよね、一点物なのにな。しかもこれ私のやつは7割引きで手に入れたって散々自慢してたんですよ。ウケますよね。それをオーダーでまた作るなんて、玄太らよっぽどこのデザインが好きなんですね。先生、それだけです。失礼しました。ちょっと玄、どういうこと？オーダーメイドどころかまさか使い回し？箱もないしちょっと変だなとは思ってたけど。黒羽さん、これはその最低なケチケチはどっちよ。信じらんない。そんな狂言野郎とはもう一緒に暮らせません。さよなら黒羽。待ってくれ、誤解なんだって。黒羽、お客様、コースをキャンセルされるならお代をいただかないと困ります。違う、代金はちゃんと後で。話してくれ黒羽が。まず事務所までお越しいただけますか？お客様、お騒がせいたしまして大変申し訳ございません。なんだ修羅場はさ。もぶみごめんね、せっかくのディナーの席で変なこと。いいの、正直見ててちょっとすっきりしたわ。ありがとう。君、私もう縁切れただけラッキーくらいに思ってたけど、正直やり返せてちょっとすっきりした。それでいいストレス要因もご退場くださったことだし、気を取り直してディナーコース堪能しよう。そうしよう。料理を楽しんだ後、スタッフさんに取り継いでもらってスタッフルームの弦に直談判し、放心状態の弦からソファーなど一部を私の元に返す約束を取り付けるのに成功。公平な折半についてもこちらの要求を飲んでもらえることで結束した。のぶみが背中を押してくれなかったら、そのまま勉強代としてほっとくつもりだったよ。関わりたくないのはわかるけど、居所見つけた以上は取るもの取らなきゃ。結局ゲンはあのまま奥さんに見捨てられ、再婚を目指して婚活パーティーをさまよっているものの。はあ、人に送るのに中古品なめてんの？もう会うのやめるわ。持ち前のケチさが災いして、思うようには進まないようだ。私も違和感あった時点でちゃんと伝えるべきだったなって。次の出会いに生かせたらいいね。まあね。私の方はそんな教訓を得て、この一件をお仕事